出た、あれ人とハーモニーを持って生きるみたいなさ、そういう生き方を教えてくれるんじゃないの、セラピーみたいな感じだと思ってた。なるほどね。カヨコフラメンコスタジオ、カヨコフラメンコスタジオ、その65インチでこう見ながら実物みたいな、等身大目指してる。すごい。コロナで気づいたわけ、やっぱりその、うん、あな、やっぱ環境整えるの大事だなと思う。今までは会えなかったけど、毎週会えるわけさ。もちろんそれってさ、画面通してだけど、ネット環境さえ良くて、でね、そのファンタージアがすごいでかくて見やすくてとか、あとこの一視視点じゃなくてこう前だけじゃなくて下からも横からも足だけとか、だからあっちの環境とこっちの環境を整えればいいなと思って、で向こうを整えたから今度はこっちを整える番なわけ、今。なるほど。だけどそのレンタルでさ、借りて、毎回時間借りでやると毎回毎回セットしてとかでさ、そうだね、なんか、あいいな、自分のスタジオ欲しいなとか、もうそろそろ思い始めてる。長いバタデコーラとかさ、あの尻尾の長いやつ。あれを毎回、もうバタデコーラとマントンってほら、あの、なんかこう、なんていうの、あの、こうやるやつ。布。それ知らないよ。布。布布バタバタやるじゃん。ショールみたいなやつじゃん。そうそうそう、ショール、ショール。あれと靴と、なんとかととかって持ち歩くと、毎回引っ越しみたいな荷物。それをね、メトロでね、こうで、昔一回ね、それ取られたことあるの。こうやってたら、ここになかったの。全部取られた。あ、こういうのもいいね。遠く、こっちから、おーっと来てないとかさ。これにでも音楽入れると文句なるのか。あ、まあでも音楽入れてもいいんじゃない？ただ音楽好き嫌いあるからな。なんかここでかよこな方とかやったら、流されたいね。もうだから私絶対映像大事だと思ったわけ。なんでやっぱりみんな体の年齢意識をすごい向いたんだよ。やっぱり自分の体もケアしないことにはもうどうしようもないって気がついたから人が増えたの。とあとなんだろう、そのちゃんと体をもう一回見直して、なんかそのただ走ったりとか楽しいスポーツをするのは。ほら、ほら、撮ってるね。可愛いから。これか。可愛いから撮っちゃう。あ、慣れてる。もうのんちゃんしか映ってなかった今ずっと。この笑い方やべ。ここさ、ここなんだけど。あ、来たことない。ほらいいじゃん。こんな路地に。外がいい。寒いけど。いいよ。中入る。古いボッテガ、いいでしょ、素敵素敵。これランチとかあるの？あるある、安くない？ 13.5 でまあまあ、私にしては、いいいい、まあ美味しいの。Arriba, la mesa grande, ¿vale? Arriba.